武田良介君、えー、日本共産党の武田良介です。あの私自身も、えー、この犬猫の殺処分ゼロの議連に加わらせていただき、あの PT にも加わらせていただき、えー、一緒に今回の法改正に向けて、えー、力を合わせて、えー、仕事をさせていただきました。今回のおこの条文をですね、まとめていく作業、お本当にあの各議員の先生の皆さんあのー、ご努力いただきましたし。えー 関係者の皆さんにも心から敬意を表したいというふうに思います。前回の法改正は7年前だったということでありますけれども、この7年間で動物愛護に関わる大きな変化がやはりあったんだろうというふうに思います。例えば、今、社会的にも大きな問題になっております、動物を虐待する動画をですね、インターネットにアップする。 ということは、あの大きくあの波紋を広げましたし、それから多頭飼育崩壊という問題も取り上げられるようになりました、また今お話もありましたように、ペットショップだとか、あブリーダーのところでの不適正使用なども取り上げられてきた中であります。でこうした問題が指摘される中での法改正、待たれていた法改正だろうというふうに思います。で今回ののの法改正ポイント一つに 第一種動物取扱業者に対する規制の強化ということとがあるいいうふうふに思いますでこの法案にあります、一種業者が遵守しなければならない基準、これは動物の種類、修正、出生後経過した期間などを考慮して、環境省令で定めるものというふうにされておりますけれども、この基準はどんな事項で定められるのか、またその数値を明示して定められることになるのかどうか、ご説明いただけますでしょうか。 小宮山委員長代理竹田委員におきましても、本当にあの積極的にご協力いただき、またご参加いただいたことに心から敬意を表させていただきます。さて、今回の法改正においては、新21条2項において、第1種動物取扱業者が遵守すべき基準には、使用施設の管理、使用施設に備える設備の構造および規模、並びに管理に関する事項、 動物の使用または保管に従事する従業員の、えー、数に関する事項、動物の使用または保管の環境の管理に関する事項、動物の疾病等 るる措置に関する事項動物の展示または輸送の方法に関する事項、動物の繁殖の方法に関する事項、そのほかの動物の愛護および適正な使用に関し、必要な事項を定めることとしております。また、21条3項において、えー、犬猫等販売業者にかかる基準は、できる限り具体的なものでなければならないとしております。提出者としては科学的な根拠等に踏まえ 踏まえて具体的な数値を定めることができるものについては、数値が定められることを想定しております竹田君あの。この第1種業者の遵守基準について、あの発集例の観点からもう一点あの、お伺いをしたいというふうに思います。あの先ほどもありましたように、この発週例の激変緩和措置が廃止されるということは、あの私も大歓迎をしたいというふうに思っております。でその上で 生後8週を迎えるまでの飼育環境が非常に大事だという指摘もありますで、今御答弁いただきましたこの遵守基準が、えー、生後8週までの飼育環境を適正なものとすることになるのかどうかご説明いただけますでしょうか産方委員長代理、えー、8週以を迎えるまでの飼育環境の適正化が望ましいのは委員ご指摘のとおりでございますえー、今回の法改正における第 新21条2項において、基準を定める場合には、動物の種類修正、出生後、経過した期間等を考慮することとしております。発種例を迎えるまでの動物についても、これらの事項を考慮して、適切な基準が環境省令で定められるものと承知をいたしております武田君。はいあの 先ほどもありましたけれども、施設基準をこう明確にしていくという問題と、それから発修例規制を行うこと、これ、大変重要なわけですけれども、実際には2年後からということでありました、これはあのすぐにでも実施していく必要がある,のあるのではないだろうかというふうに私、考えておりますけれども、この点はいかがでしょうか。産方委員長代理、えー、施設基基準にについてては専門的知見に基づく検討ををを要要すするることとから一定のの時間を要するものと認識をしており 施工を2年を超えない範囲内としたものでございますまたいわゆる発注歴制に関する激変緩和措置の廃止についてはインネクト販売業者に対する影響がまあ少なからずある可能性も否定できないというふうに考えましたこれらのことから発注歴制を導入できるようにまあ確実に発注歴制を導入できるようにまあ施工を2年を超えない範囲内としたものでございます武田君 はい、いありがとうございましたあの。今回の法改正のもう一つのポイントに、先ほど少しお話がありました動物愛護センター 動ではなくて、これを動物愛護管理センターというふうに改めて設置をしていく、また動物愛護管理担当職員の設置ということもあるというふうに思います。で私も一つあのご紹介したいと思うんですけれども、あの私、議連の,あの副会長でもあります、井上聡参議院議員とともにです、ね、長野県の小諸市にある動物愛護センター、これは通称、ハローアニマルというふうに呼ばれておりますけれども、あのここに <laughs>、 行ってままいりましたでここは動物について学び、触れ合いを通じて、命の大切さや相手を思いやる気持ちを育み、人にも動物にも優しい社会をつくることを目指しているということで、えー、処分施設を併設しない、えー、動物愛護に特化した施設というふうになっております。こういう多面的な取り組みをされているわけです、ここでは。で例えば、えー、小学生などに ハローアニマルに来ていただいての動物ふれあい教室というものをやっていたり、また逆に訪問をしていく動物ふれあい出前教室というのもやられているそうです。でこの訪問先というのも社会福祉施設だとかあ病院だとかこういったところも含めて、このふれあい訪問活動は土日を通じて年間約100日やられているということでありました。で今回の法案で 動物愛護管理センターの設置が位置づけられるわけですけれども、こういう長野県のふれあい訪問活動に取り組むハローアニマルの経験は、大いにあの参考にできるのではないだろうかというふうに考えておりますけれども、この点、いかがでしょうか。産方委員長代理。えと私もあの資料ででで、知っってるだけでまたった行ことがないんで、まあ、是非あの次の機会に。 行っっててみたいといとう,うに思っております環境、まあ、省においても、まあ、長野県にヒアリングをしているということでございますので、えー、その実態については、承知をしているんじゃないかというふうに考えております。 でまあ、今回の,あの動物愛護法の改正の中で、私も特にまあ取り組んできたのが、まあ、動物愛護センターをまあ変えていこうじゃないかというのがもともとございました、まあ、動物愛護センターという名前でありながら、その中に殺処分施設を併設しているというのは、もういかにもおかしいということで、まあ、衆議院の討議におきましても、殺処分はきちんと国際的基準にあった形で、 ししか殺処分はできないといとううふうに議論し、まあ、その具体的なことはどういうことかといえば、まあ、二酸化炭素によるまあ殺処分、まあ、動物が苦しんで死ぬというようなことは決してあってはならないことだということで、まあ、それは今後認めないということに。 なっていいいるとううふうに我々も解釈をいたしております、まあ、しかし、すぐにですね殺処分の設備を全部壊してしまって、他のものに変えるというには、もちろん予算等の措置も必要でありますんで、すぐにはできないと思いますが、少なくとも殺処分に関しては、そういう動物に対して苦痛を与えるような形での殺処分は、今度の改正によって今後はないものというふうに考えております。そしして本来のまあ動物愛護センターといいうう名前にふさわしいような 施設に変えていかなければいけないというのは、まあ、例えば、欧米諸国のそういう施設を見ればです、ね、今、愛知県で取り組んでいる、長野県で取り組んでいるような取り組みがなされており、やっぱり子どもたちや地域の人たちが訪れてです、ね、まあ、命の大切さというのをそこで学ぶという施設になっている、まあ、日本の動物愛護センター、そこで働いている方たちは、本当にあの動物を愛している方たちが多い中でも、つ、ま、ら、あ、いことをやらなければいけないという。 現実がありましたんで、本当の意味ね、動物愛護センターにまあ変えていくように、われわれも努力をしていきたいし、まあ、あの衆議院の議論の中でも議論になったんですけど、環境省の動物愛護に関するまあ予算が非常に少ない。 これをもっとまあ本当に一桁の置く単位では少なすぎるんで、お、まあ、辻先生もおっしゃっておりましたが、100倍ぐらいまでこれを拡大せないかんというふうにわれわれ考えておりますんで、まあ、参議院の先生方のご協力もぜひともよろしくお願い申し上げます武田君。はい、あの私たたちが視察にに行った時にもですねあの えー、いろんな部屋があるんですけど、ハローアニマルに、いろんな部屋がありますけど、近所の小学生も来て、えー、自由に何て言うんですか、ね、居場所を提供するということも含めてです、ね、あの職員の方がやってらっしゃいました、非常にこう愛護センター、そのハローアニマルのこう敷居を下げるといいますか、こう触れ合い、交流を大切にしている施設だということを感じたところです。 でこのハローアニマルに行かせていただいて、私、もう一つあの学ばせていただいたのは、ハローアニマルサポーターというのを育成するということをあの努力されておられました、つまりボランティアなんですけれども、その年約100日あるというふれあい訪問活動などで、えー、行く際に、ですね職員だけではやはり人が足りない、こういうあのボランティア、サポーターの方と一緒に訪問されるというお話でありました。 でこのハローアニマルの体制は、えー、お聞きをしましたら、獣医の方が6名いらして、事務の方が4名で、このサポーターの方は、えー、2016年の数字ですけれども、約100名の方が登録されているということでありました、で今回の法改正でも38条のところで、都道府県知事は動物愛護推進員を委嘱することができるという条文があると思うんですけれども、まあ、推進員、そのボランティア、 をこうを広げていくというときに、こういう長野の取り組みというのも、またこう横展開をするといいますか、広げていただくことも大事ではないかなというふうに思っておりますけれども、いかがでしょうか産方委員長代理あの今、ご承知のとおり、動物愛護に関しては、本当にさまざまな動物愛護団体がですね、 いろんな面で、まあ、活動をされております、まあ。ボランティアの活動というのが、えー、動物愛護には欠かせないものというふうに承知をいたしております、まあ。それらの団体が相互に連携し合いながら、また行政とも連携し合いながら、まあ、動物がいかに、まあ、安心して生きていけるか、我々は伴侶として一緒に、まあ、活動していけるのかということをやっておりますので、まあ、行政面からもそれをきちんと、まあ、担保できるような形で、えー 行政の方からも、愛護団体の方をサポートできるような体制になれば、まあ、一番いいんではないかというふうに考えております竹田君、はいあの。時間が来,まし来てますので、最後に、えー、多都市区崩壊に関わってあの、一問聞かせていただきたいと思うんですが、あの今回の法改正では、えー、25条ですか、えー、周辺の。 周辺の生活環境が損なわれている事態に対する措置ということも規定されておりますし、あの37条のところで、適正な使用を受ける機会を与えることが困難となるような恐れがあると認める場合の、えー、不妊の手術、その他の措置をするように努めなければならないというような規定があるというふうに思います。で私はさららににそののののい主に対する人間の福祉の観点からの支援と いいいううこことととも大切にななるのではないかということを考えておりますで例えばその保健師の方とか、精神保健福祉士の方、あるいは消防だとか、環境汚染の問題の専門家の方だとか、こういった方と連携した形での支援、あの自治体の動物以外の部署も共同した支援が大切ではないかというふうに思っております。あの今回の法改正で 多頭飼育崩壊に陥ってしまうような、そういう飼い主に対する支援、動物愛護の部署だけではない、こう広く連携した支援というのは、今回の法改正で拡充されるものなのでしょうか小宮山委員長代理ご指摘のとおり、飼い主が犬や猫を増やしすぎて世話ができなくなる、いわゆる多頭飼育を 崩壊が全国各地で問題となっております。この問題は地域から孤立した単身高齢者等など関わるケースが多いということも明らかになってきております。対応にあたっては社会福祉分野との連携は重要でありますし、今回の法改正では動物の愛護及び管理に関する 業務を担当する地方公共団体の部局と、福祉に関する業務を担当する地方公共団体の部局による連携の強化について、国が情報の提供、技術的な助言に等に努めるとしております。えー、政府においては、情報の提供、技術的な助言等に努め、動物愛護担当者や福祉部局の連携が強化されるように、ここす武田君あの、先日の日経新聞にも。<coughs> ペット多頭飼育、崩壊防げということで、あの記事が掲載されておりましたで、ここでは、例えば長野市の取り組みということで紹介もありまして、長野市では、その多頭飼育している高齢者の自宅を訪問する際に、動物愛護の担当者のほかに、ケアマネージャーだとか、その福祉職の方が実際に同行されているということでありました。 生活を立て直すためにどうすべきかという視点から説得するのが福祉職の方の役目であると。 いうことでありました。動物と福祉の部署の情報共有、早期対応を心がけているということで紹介がされておりました。こういう取り組みがあのまた引き続きあの大事になってくるというふうに思いますし、今回の法改正があの動物愛護にさらに資するようにあの不適正使用やあ多頭飼育の問題を含めてあのしするようになることを願いまして私からの質問を終わらせていただきたいと思います。 他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。動物の愛護および管理に関する法律等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。 よって本案は、前回一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、宮沢君から発言を求められておりますので、これを許します。宮沢諭君。